エジプト第五王朝、エジプト第五王朝、紀元前2498年頃引く、紀元前2345年頃は、エジプト後王国時代の古代エジプト王朝。エジプト第四王朝時代に比べ、小規模ではあるが、引き続いてピラミッドの建設が行われた。また、太陽神ーを祀る太陽神殿が熱心に建造された。第5王朝は、マネトの記録によれば、 出身の九人の王からなるとされる。その出身地が正しいかどうかはわからないが、彼が記した、王名は他の王名表や記念物の記録と対応を取ることができる。第五王朝の最初の王とされているのはウセルカフである。ウセルカフは第四王朝の王ジェドエフラーの王女の息子として生まれた。彼の父の名は知られていない。そして同じく第四王朝の王であるメンカウラー。 ゼドエフラーの老いにあたるの王女を妻として王座についた。このように、ウセルカフは第四王朝の王族と極めて脳密な血縁関係を持っているが、少なくてもマネとはウセルカフの即位をもって王朝の交代とみなしており、現代の区分もそれに従っている。ウセルカフが王位を獲得した、実際の経緯は不明瞭であるが、彼の持つ、 第四王朝の王族との隕石関係が重要な要素であったことは疑うべくもない。ウェストカーパピルスと呼ばれるパピルスに第二中間期に記述された文学作品、魔法使いじゃでの物語には魔法使いがクフ王に対し、クフ王の王朝が彼の子供カフラーとメンカウラーの愛だけ続くこと、そして太陽神ラーがラー神官の妻に生ませた三つ子、ウセルカフ、サフラー、 ネフェリルカラーラの新しい王家に王位を奪われるであろうと予言したと記録されている。この物語に史実的要素を乱すのは困難であるが、エジプトではマネトより1500年以上以前にはすでにウセルカフの即位が王家の交代であるとみなされていたことを確認できる。すなわち、ウセルカフの即位をもって王家が交代したとみなす考え方はマネトの独自見解ではなく、 古代エジプトにおける伝統的な歴史認識であった。王朝の際にや、行政的な面では、ラーを祀るヘディオポリス、古代エジプト五名ユヌが重要性を増していた。また、ウセルカフ以降の第5王朝の王たちは太陽神殿を次々と建設しており、ラーに対する寄進を熱心に行っていたことも知られている。ウセルカフの息子サフラーの知性には、アジア、 現在のレバノン、パレスチナ地方やリビアへの遠征が行われた可能性がある。このことは、サフラーが建設したピラミッドに残された彩色壁画から地ことができる。またパレルモイシと呼ばれる碑文には、彼の知性には、文、うん、と、おそらく現在のソマリア地方との通称に言及するものがある。サフラーの死後、彼の息子、または弟ネフェルイルカラー 高いネフェルイルカラーが即位した。ネフェルイルカラーは第5王朝の王の中では最大のピラミッドを残している。ネフェルイルカラーの後の数名の王は統治年数が短く記録も乏しい。ネフェルイルカラーの後を継いだのはシェプセスカラーであった。シェプセスカラーのものではないかと推定される建造物がいくつか発見されているが、その実態については何もわかっていない。一説には、 サフラーの息子であったと言われているが不詳である。シェプセスカラーの次に、ネフェルイルカラーと王妃の息子だったネフェルエフラーが、即位した。しかし彼の知性も短かったであろうと推定されている。ネフェルエフラーの墓から、彼のミイラの一部が発見されているが、その分析の結果、ネフェルエフラーは20代前半で死去したことがわか、いる。ネフェルエフラーの死後、 彼の弟であるニューセルラーが王位を継いだ。マネトは、ニューセルラー、マネトの記録では、ラトゥレソが44年間にわたって統治したと、記録するが証拠は乏しい。次の面刊ンンホールについても記録は少ない。面刊ンンホールの次のジェドカラー王についても同様であるが、ジェドカラーの名が、ネフェルイルカラー王の総裁伝跡で発見された、パピルス文書の断片登場する。 これはかつては最も古い基地のパピルス文書であった。またジェドカラーに仕えた最初は、第3王朝時代のイムヘテプなどと並ぶ賢人として、古代エジプトでなお知られることになる人物あった。また重要な変化として、ジェドカラー王は太陽神殿を建設していない。彼の後を次最後の王となる、ウナスも太陽神殿を建設しておらず、エジプト第5王朝における、 信仰の変化が推測される。マネトラの記録によって、ウナスには長期の統治期間があったことが記録されいるが、詳細は不明である。ウナスに関連した重要事項は、ピラミッドテキストの登場である。従来ピラミッドの内部には、碑文等は何も記されないものであったが、ウナス王の時代になって、初めて王の葬儀の際に唱えられた呪文などが記録されるようになった。この文書から、 当時のエジプト人の死生観や宗教観が読み取ることができる。おそらくウナス王のピラミッドテキストの内容はパピルスかもしくはク伝によって伝えられてきたより古い文書形式を反映していると考えられている。そのため宗教史的、また政治史的に重要な資料となり得るのである。ウナス王は四次に恵まれなかったらしく死後に後継者問題が生じた。 紀元前2345年頃に、ウナス王の娘とされるお妻とした、テティッセイが王座を獲得した。これをもって、第五王朝と第六王朝の交代とされる。エジプト第五王朝時代には、第三、第四王朝時代に引き続いて、活発にピラミッドが建設されている。しかし、ジェセル王の階段ピラミッドや、ギーザの大ピラミッドに代表される、 以前のピラミッドに比して、第五王朝のピラミッドは小規模であり、建築自体も粗雑になっている。このため現在では、第五王朝のピラミッドの多くは崩壊して、原型を留めていない。しかし、ウセルカフ王時代より、第五王朝は対外遠征を活発に行っており、国力の減衰の結果ピラミッドの規模が小さくなったものではないと考えられる。また、王の力や、 統治機関に関係なく、第5王朝から第6王朝時代までを通じて、ピラミッドの規模は一定水準のまま変化しなかった。ピラミッドの小規模化、簡略化は宗教観や王権観の変化がより重要なもとであったと考えられる。第5王朝の王のうち、サフラーからネウセルラーに至る4人の王は、アブシールにピラミッドを建てた。 このうちネフェルイルカラーの建設したピラミッドは高さ約70メートル、一辺、約110メートルの規模を持ち、ギザの三大ピラミッドの一つである、メンカウラー王のピラミッドよりやや大きい。その他のピラミッドは高さ50メートル、一辺70から80メートル程度であった。しかしピラミッド複合体、ピラミッドコンプレックスと呼ばれる付属建造物は、熱心に建設されており、 その装飾や行政システムは前代までの王朝に比べて王子、精密になった。ピラミッド自体も規模や内部の粗雑さはともかく表面は上質の石灰岩で覆われており、建設当初であれば見た目だけは前代までのピラミッドと比較しても遜色なかったと言われている。神殿を飾る彫刻は以前までに比べてより空想的。 理想的な王の姿を一定の型に基づいて描くことが重視されており、王の正当性を示する儀式を行うことにより重きが置かれるようにな、いった。こうした儀式は、ピラミッド複合体を建設した王の死後も継続することになっていたため、各ピラミッド複合体には付属のピラミッド都市が建設され、祭礼に携わる人々が居住した。ピラミッド都市の原型は、 第4王朝時代に登場し、第5、第6王朝時代には大きな意味を持つようになっていった。ピラミッドテキストと呼ばれるピラミッド内の碑文が、ウナス王のピラミッドに初めて登場したことは前述の通りであるが、このピラミッドテキストは、後代のエジプト文学作品の一つである、詩の書などとも関連性が指摘されている。そして、おそらくそれまでは、 パピルス核伝で伝えられてきたその内容は、現在知られている古代エジプト語の文書でも、最古の形態を示している。太陽神殿は、王の理念上の祖先である、太陽神ラーを祀るための神殿である。第五王朝の王たちは、ヘリオポリスのラー神殿に対して莫大な寄進を繰り返しており、ラー信仰は王にとって、極めて重要な宗教政策であったのは確実である。 魔法使いゼディの物語にも反映していると見られる。ラー信仰と第五王朝の結びつきは、第四王朝から第五王朝への交代の正当性を確保する目的で加速された。ウセルカフ王以来第五王朝の王は、熱心に太陽神殿を建立しているが、この太陽神殿は単に、ラーの偉大さを称えるための神殿ではく、死後にラーと王が一体化するための場でもあったと。 推定する学者もおり、ラーと王権の一体性を強調することが第一、儀的な目的であったと言われている。この太陽神殿の基本的な構成は、ピラミッド複合体に似た付属建造物を持ち、ピラミッドの代わりに基段があってその上に巨大なオベリスクがそびえていた。この基段とオベリスクという構成は、ヘリオポリスのラー神殿にあった高い砂とベン,ベン石と呼ばれる。 新生物を模したものであると想像される。太陽神殿とピラミッド複合体は経済的に密接に結びついており、共に王に総裁を支える重要施設として建設が続けられた。この太陽神殿は最後の2代、ジェドカラー、ウナスの王の時代には建設されなくなっており、王権理念、宗教的な変化が注目される。具体的な経緯はよくわかっていないが、 王権の側が、ラー以外の初心の信仰をも重要視するようになっていったと思われる。特に王権の象徴であるホルス人の父とされた、冥界の神オシリス神は、うなす王時代に重要な神として登場し、オシリス神に対する呪文もオナス王のピラミッドテキスト内に含まれる。以後オシリス神は、王の復活の思想に関わる重要な神として、 エジプトの葬祭儀式の重要性を増していくことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。